チャウタダ軍区は、ミャンマーヤンゴンシヤンゴン西部県にある軍区。軍区は旧の商区によって構成される。軍区の東は、ボタタウン軍区、南は、ヤンゴン川と、西、カン軍区、西は、パベガン軍区、北は、ミンガラタウンニュン軍区に接する。軍区内には、スーレーパや、ヤンゴン市庁舎、ミャンマー最高裁判所、ストランドホテルなどの歴史的建造物や、 アメリカ合衆国大使館、イギリス大使館、オーストラリア大使館、インド大使館など大使館、政府機関庁舎も数多く立地している。ヤンゴンで最も高いビルのトップ3のトレーダーズホテル、サクラタワー、セントラルポイントタワーもこの軍区に位置している。スーレーパヤーとヤンゴン市庁舎の向かいにある、マハバンドゥラ公園はこの界隈の憩いの場となっている。軍区には小学校5校、 中学校一校、高等学校一校があるが、近隣のボタタウニやパベダンの学校に通っている、学生が多い。スーレーパやヤンゴン市庁舎旧ヤンゴン最高裁判所、桜タワーチャウタダクンクは、イギリス統治時代に都市計画地域に入っており、コロニアル様式の建物が数多く残っている。ヤンゴン市開発委員会が保全している。 チャウタダ軍区の建築学的重要な建築物は以下の通り、ありがとうございます。